皆さんこんにちは、 MBA ラウンジの川尻です。私は今こちら、またお城に来てますけれども、兵庫県姫路市にあります姫路城ですね、文化遺産にも登録されている姫路城の天守閣の前からお届けしています。すごいね、天気も良くてね、こう、いい時間に来たなと思ってるんですけども、この姫路城っていうのは平和のシンボルっていうふうに言われてるんですよね。姫路城を作るときに、すごくこう、軍事的にね、いろいろな、こう、からくり、敵が攻めてきても攻撃できるような、そういうなんか、からくりとかね、構造になっているらしいんですけれども、結局、それが使われることがなかったということで、平和のシンボルというふうに言われているらしいですね。はい。で、この平和のシンボルである姫路城からちょっとお届けしたい内容はですね、川尻さんって、怒ることあるんですか？ね。これよく言われる質問というかね。なので、ちょっとそれについてお話ししたいと思うんですけどね。平和と、川尻さん怒るのかっていう話ですよね。まあ私のこの顔立ちなのか、話し方なのか、わかんないですけども、すごくね、穏やかで、優しそうで怒るようなことがイメージできないということをよく言われるんですよね。これってね、結構プレッシャーで当事者からしてみれば、あまりよろしくないかなと思うんですよね。そんなイメージがね、先行してきちゃうと、なんかね、チクッと言った時に、あ、本当は怖い人だとかね、こんな人だと思ってなかったなんてね、言われちゃうので、あんまりね、よろしくないかなと思ってるところはありますね。それよりはね、逆になんかすんごいこわもてでね、怖そうで、なんかすんごい緊張して臨んだと。でも話してみたら案外優しかったっていう方がね、こう人気急上昇みたいな感じで、そっちの方がね、いいなと思うんですけど、まあね、自分のスタイルというかね、人間性というか、素は変えられないので、まあしょうがないかなと思ってるんですけどね。まあ結論から言うとね、まあもちろんね、送ることはまあありますよね。はい。まあ私3歳の息子がいるんですけれども、やっぱね、いろいろこうやらかすわけですよね。で、その中でもね、やっぱね、息子にはしっかり、まあ怒ることもたまにはありますけど、でも最近はね、どちらかっていうと、慰め役に回ってるかなと思うんですよね。ママがね、怒るので、それで、あ、大丈夫だよ、大丈夫だよっていう慰め役に回ってますよね。やっぱりね、パパとママ両方攻撃っていうか、怒るのは良くないと思うので、叱るのは良くないと思うので、一人が叱ったら、一人は慰め役に回ろうねっていうような話をしててですね、なんかね、慰め役になるのがほとんどで、それはもうあんま結局起こってないかもしれないですね。ということはまああるんですけども、まあとはいえね、まあこの MBA ラウンジでカウンセリングやったりとかね、受講生さんとか、あとは、まあいろいろ相談会で話をね、させていただく中で、あれと思うことがあるので、その話をね、ちょっと、今から本題ですね。本題入る前長くなってしまいましたけれども、その話をすると、私にね、質問を丸投げしてくるケースっていうのが、まあ、たまにあるんですよね。これね、あれっていうふうに思いますね。まあ、怒るっていうことないですけども、あ、この人将来大丈夫かなと、MBA とか、その後のビジネスのキャリア積んでいく上で大丈夫かなと思うことはありますよね。丸投げ。例えばね、私はどの学校がいいですか？この学校は、まあ、こういう専門のね、特化してる学校について教えてくださいとか、あとは、アドミーとのなんかメールのやり取りで、これどういうふうに返事すればいいですかとね、いうふうで。まあ、それを聞くこと自体は全然、まあ、いいです。ね。そんなことをどんどん聞いてもらっていいんですけれども、問題は丸投げっていうことで、やっぱりね、自分の意見を持って、自分はこう思います。こういう理由でこう思うので、こんなふうに、まあ、例えばアドミーだったら返信したいと思いますとか、自分にとって、MBA のこう受験とか、学校とかは、こういう意見があって、こういうふうに考えてますっていう意見と一緒に私の方に投げてもらうと、より効果的な、まあ、カウンセリング、あと相談の質もね、上がるんじゃないのかなというふうに思うことが、まあ、多々あるんですよね。まあ私もね、私、Google ではないですから、Google で聞けることは、まずね、Google に聞いてもらった方がいいと思うんですよね。Google の方が優秀ですしね。そうじゃなくて、私の使い方っていうところで言うと、Google ではできないところですよね。Google では解決できないところを私に聞いてもらう。まあそれどういうことかっていうと、
自分の意見を付け加えた上で、それに対してどう思うか、こっからどうやって発展させていくべきかっていうような、そういうこうあの相談内容と自分の意見っていうのをこうセットでいただくと、より効果的なあのカウンセリングで相談会になるかなと思うんですよね。ね、まあ、別にね、それで別に怒るとかそんなの全然ないですけれどね、丸投げだと、まあ、別にねそれはそれで答えますけれども、まあ、本人のためにどこまでなっているのかなっていうところだとか、本当はもっとね、効率的な方法があるのになと思うときは、まあ、多々あるかなというふうに思いますよね。はい。だから私にはこう、Google ではできないところ、自分の意見とか考えを付け加えてね、もらった上で相談してきてもらうということ。それがやっぱりこう、MBA でももちろん求められますし、その後のね、ビジネスの世界でもビジネスパーソンとしてね、やっぱ求められる一つのコミュニケーション力かなというふうに思いますよね。はい。なので、まあそういったところをね、まあたまに気になることがね、あります。まあそれで怒るとかそんなことはないし、逆にまあ、心配になるっていう感じですかね。うん。この人、なんだ、この方大丈夫かなっていう形でね。うん。まあ、まずね、まあそんなこともありますけど、まあでも基本的にはね、何でも相談してくださいと、ね、いうことかなと思います。ね。それで何か自分の意見付け加えてもらえると、より質の高いものになるよ、というような話ですね。はい。というところですかね。はい。ということでね、今日はね、この綺麗なね、こう姫路城の天守閣の前から、お話をしてみました。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。